よし、作業も一段落ってところだな。今日は十分に進められたし、ちょっと休憩するか。ん？ほこりが積もってるな。そういえば最近掃除してなかったか。よし、気分転換に適当に片付けでもするかな。よし、ほこりは吐いたし整頓も完了。これならエスカも驚くだろう。せっかくだし、床もしっかり掃除するか。ここまで来たら、いっそ徹底的にやろう。俺も錬金術さえ使えれば、もっと楽にできるのに。マリオさんのお手伝いで、ちょっと遅くなっちゃった。ロジーさんに任せっきりだったけど、怒ってないかな。でも、説明すれば分かってくれると思うし。よし、ちゃんと謝ろう。えい！すみません！お着替え中ですか？いや、ちょっと動き回って汗をかいただけだ。随分遅かったな、エスカ。すみません。マリオンさんのお手伝いをしてて。ロジーさんこそ何をしてたんですか？ああ、掃除をしてたんだよ。思ったより汚れが多くてさ。床のシミも昔からあったやつみたいでなかなか落ちなくて。そんなに頑張ってお掃除してたんですか？綺麗好きなんですね。ああ、どちらかといえば、中途半端に投げ出したくなかっただけだけど。あ、その、ロジーさん、腕が。見たか。はい。すごい跡になっちゃってますね。やけどですか？まあな、昔、事故にあったんだ。そうですか。なんて言ったらいいか。私、そんなの気になりませんから。いや、本当にごめん。すぐ着替えるから、ちょっと出てくれないか。はい。見苦しいところを見せて悪かったな。そんな、私こそいきなり入っちゃって。怪我があるくらい普通ですよ。アトリエが綺麗になってる！ありがとう！悪い。ちょっと外で涼んでくる。ロジーさん、待って！何やってんだよ、俺は。エスカに気を使わせておいて。待ってくださいよ！もう！私も一緒に涼みに行きます！いいって、別に。私の気が済まないんです。さあ、早く行きましょう。わかったよ。それと、もう気にしてないし、本当に大丈夫だからな。いいからいいから。どこに行こうかな。本当に最低だな、俺は。